道して回り道して、やっとここまでやってきたけど、果て知れぬ夢逃げ込んで、今は暗闇一人旅でも希望を持たないわけじゃないけど、俺のポケット小さすぎる、夢を射るには小さすぎて、この世の終わりが見たくなるだけ。諦めました、諦めました、夢のことなどもうこれ以上しらけ始めたよ、逃げ込んで、明日は風にも吹かれてみたい、希望も持たないわけじゃないけど、俺のポケット小さすぎる、夢を入れるにゃ小さすぎて、この世の終わりが見たくなるだけ。皆さんどうも、今日は本当にありがとうございます。京都で生まれて、そして京都でアマチュアサークルから音楽ずっとやってて、それでもう7年になりますけれども、この辺で自分自身を見つめてみようと思いました。誰のためでもなく自分のために自分を見て、そしていろんなことを、人間というのはどんなもんかなとかね、人のつながりとかいろんなこと、世の中で広い世の中における自分の存在なんてどんなもんかなとか、ちょっとでもなんか見たいっていうような衝動に2年ぐらい前から駆られまして、たまたまうちの関係で岡山の方に行きますけれども、しばらく休みます。そしてもう永遠に休むかもわからない。でも歌うっていうなんか魅力みたいなものにずっとやっぱり忘れられないと思います。また僕のことですからね、いやこんにちはとか言いながら出てくるかもからない。また出てきたら来てください。街でふっとね、なんかそういうどうもありがとう、コンサートのなんかチラシでも見たらね、来てほしいと思います。みんなと一緒に歌えるなんかそういう言葉っていうのをね、ずっと探していきたいと思います。今日は本当にありがとうございました。それほど別にそれほど情け心が出たんじゃないが、街の片隅ふと逃げ込んで、波の暮らしがよく見えてきて、希望も持たないわけじゃないけど、俺のポケット小さすぎる、夢を入れんや小さすぎて、この世の終わりが見たくなるだけ。